はい、どうもマノッチです。よろしくお願いします。ルーキーズ2015やっていきましょう。難易度は80-67です。だいたいこんぐらいでね、難易度落ち着いていくのかなって気はします。はい、今回オリックス戦撮っていきたいと思います。俺のねチャンネルの動画を何個か見たことある人は知ってると思うんですけど、8月1日マノッチ昔入院してます。はい、このネタはちょいちょい8月1日に挟んでいきたいと思ってます。ダイジェスト設定は、いつも通りです。頑張りましょう。まずピッチャーからいこうか。はい、ピッチャー石川直也選手でいきたいと思います。先発、リリーフ陣はこんな感じです。野手、今回マノッチ、外しました。まあ、ゼフ長ということもあるしね、彼ねいまいち役に立たないんだよね。もう厳しいよ、マノッチに関しては厳しいですね。はい、ということでキャッチャー山川くんでいきたいと思います。捕球がまあちょっといまいちいけてない感じなんですけど、まあルーキーにしては十分なキャッチャーなんじゃないですかね。はい、他の野手はこんな感じです。4番に置いてた岡本和真選手は、ゼフ長だったんで2軍に落としてます。早速やっていきましょう。後半戦5試合やって、勝ち越したいと、3勝したいという新たなね目標ができたんで、なんとか今回勝ちましょう。前回ね日ハムに負けちゃったんで、ここで負けちゃうと、2敗になってもう負けが許されなくなっちゃうんでね、勝ちます、勝ちに行きます。オリックスなー強そうだよな。まあどことやってもねうちよりは格上のチームになるんだけど。お、勝ち星なし、防御率も良くないですね。なんとか崩しましょう。そして迎えるバッターは DH、ワンボールね、オッケー。ちゃんとカウント覚えとかないとね。いやー球遅い。バッターの浅間、今シーズン得点圏での打率は2割1分8厘となっています。簡単に追い込まれちゃった。よしよしよし、寂しい数字ですね。まあ肩の力を抜いて力まずにいってほしいですね。まあとりあえず進塁打ですよ。一塁へアウト、ワンアウト、ワンアウトランナー三塁となりました。おっしゃ。さあそして打席にはこの中村翔吾選手はいいバッターだよね、能力高いよね。ピンチは続きます。オッケー、まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。よし、なるほど、そうですね。次が3球目緩いボール、おいしよう、ストライク入りません。ストレート早いな。オッケー、このボールは外れてファーボ。ここはさあ頑張れ、取れれば理想的ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ストライクあんま入んないね。どの類に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。あ、なるほど、そのストレート厄介だな。変化球狙いたい。ああ、よし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 、ファウルになります。またファウルです。いいよ、甘い球来い。さあ6球目は何か。オーケー、打ちに持ってきました。平行カウント、打ちました。くぅ、いやこのチャンスはものにしたいよ本当に。江越くん強振で行きたくなるんだよな。江越くんは入ります。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。嫉妬すれ嫉妬すれ、選手点を与えないようにしてますね。なるほど、そうですよね。あー、くっそ早かった。もったいないな。最後はセンターフライ、どんまい、3アウトです。守っていきましょう。ピンチですね。さあバファローズ先制のチャンスを迎えています。1球練習したいな。まず先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。まあ犠牲ぐらいも期待できるバッターなんで、先制できる条件は整っていると思います。うん、OK。さあ2球目は何か。外の低め見極めます。
ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。インコースを何で見せようかな、ツーシームかな。低め見ました、ボールです。スライダー欲しいな。じゃあ縦スラ打ちました、入りました、ファールボールです。バッターボックスのグラン、今シーズンよっしゃ、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。横に曲がる球が欲しいね。ボール球でいい。1球目よし、まず大きく外れてボールになりました。アウトコース、これは見送ってボールです。際どいがボール、ボールが3つになります。次が5球目、ライト方向を流しました。これはどうだ、くそ届かない、1・2塁間を破る、ホームに送球する、サードランナーホームイン、期待を裏切る、取られちゃった。一応ルイは空いてるけど、次誰、あ、怪我してる、中島で仕留めたい。ナイスボール、初球ストライク、アウトコース、これは見送ってボールです。3球目は何で来るか、これは外れた。ああ、いやけども追い込んだよ。これでフルカウント、ここからは確実に狙っていきたい。外れてフォアボール、くそ、満塁か。最初は変化球できました、 OK、 外を低め決まってストライク、きましたがこれは外れます。よし、もう一回持ってきました。ツーアウトで追い込まれましたが満塁のチャンス、次で何とかしたい。あ、押し出してさらに点差を広げます。ひどいな。バッターボックス伊藤、よし、バファローズこの回2点を入れています。さあ先制に成功してなおもその点差を広げていこうかというところです。さあここもつないでいけるか、あのコースはなかなか打てませんからね。ワンボールツーストライクです。この球は、あ、外れました。満塁でフルカウントとなりました。ファウルボールです。 OK、 手が出ません。いやー参った、野球2点ぐらい、またピンチか。ちょっと抑えれる自信がねえな。さあそして打席には中島、それでも抑えないとね。さあ追加点のチャンスです。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしてですね。なるほど、そうですね。いや、今いやスライダー欲しいな、どうしてもスライダー欲しい、ね、さあ追い込まれてしまいました、まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね、うん、外に逃げるボールを空振り三振、よかった前にも、際どいコース見送っています。外の低め見極めます、ファウルになります。ちょくちょく失投するなこれはわずかに外れました、スリーボールになりました。インサイド落ちました、ここもファウルです。フェアなら長打になってたかもしれませんね。そうですよね、外れて、これで厳しい、もう73球、見送ります。バッターの伊藤、今シーズン得点圏での打率は2割3分3厘となっています。まあ、ポイントゲッターではないにしてもちょっと寂しい数字ですね、まあ、あまり強いです。うちのボール打っていった、よし、スリーアウト、いやきついね、チャンスくれ、なんか3点取られてるし。初じゃないですかね、坂より選手、誠一選手っていいのかな。さあ初球は何か、初球打ち、一
塁へ。よし。一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスにはカラバイオが入ります。さあ2アウトながら一応全方向に曲がるからあれだね、中盤の追加点は重要ですから、さっきよりは使いやすいかな、石川選手よりは。バッターボックスのカラバイオ、今シーズンの得点圏打率、コントロールも C あるからね、使いやすいですね。ちょっと寂しい数字ですね。 OK、 使いやすい、チャンスくれ。何もしてないのに点取られていくな全然チャンスできん。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。まあ全部 F か、ストレートで押しとこう。さあバファローズ追加点のチャンスを迎えています。この回での追加点はかなりのダメージになりますから、しっかり点を取っておきたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには平野が入っています。4球目は何で来るか。緩いボールしっかりと見極めました。ごめんよ、あ、ごめんなさい。やはり怪我が重いんでしょうか。ごめんなさい、状態のようです。さあここでバッターボックスには2番小屋、力いっぱいのストレート押し込む。1点を入れています。さあ4点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。わ、ごめんねわざとじゃないのよ。結びつけてほしいですね。引っ張った、サードが前に来る、サード取った、よし、一塁アウト、スリーアウトです。来た、バファローズここでピッチャーが変わり、なんとかしよう。さあバファローズ得点圏にランナーを背負った場面です。こういったところから足元を代打出さないよ、しっかり抑えていきたいですね。なるほど、うちのキャッチャーはね、なかなか出番ないからね、落ち着いて投げられる、こういうところで活躍させてあげたい。簡単に打たれはしないでしょうね。これは見送って得意の流し打ちだ。インコース高めのストライク、変化球にバットが空を切ります。さあバッター追い込まれています。よし、オッケー、大きく枠を外してきます。ああ、ドキドキする。ファウルボールです。うわ、このピンチは空振り三振、試合終了。オリックスバファローズが見事勝利を収めました。いやー、何もできんかったな。あんまりチャンスも作れなかったよね。これで2敗か。やっぱ勝つの難しいのかな。いや、それでもね、勝っていった時期もあったからな。20ゲーム差か、ひどいですね。次は、8月末の西武戦取りたいなと思います。はい、なんとかしないとね、勝ちましょう。残り3回勝ちます。そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。